やってきましたよ。ホビーショップロンデンさん独占かな。まあ普通にメーカーで売ってると思うんですけど、ビクセンってご存知ですかね。なんか天体望遠鏡とかをメインで扱ってる会社さんで、日本のメーカーさんですね。まあそこで扱っている高輝度スポットファインダー迷彩っていうのを紹介します。これ似たようなやつね、前にもやったけど多分違いますね。っていうのは、レンズとかダットのね、感じとか見ると、私が見たところでは歪みとか赤い点の感じがね、まだ綺麗なような気がしたので、本当かどうか見てみます。5000円ぐらいで販売されてて、本来はそういう天体望遠鏡とかに乗っけるやつ、これどっか開けるの、多分これなくなり次第終了で、そんな数ないんで、まあもし気になる方がいらっしゃればっていう感じで、まあ緩く紹介していきますね。気になる方はぜひフロンティアさんでっていうわけで、まあ軽く外観ね。リアルツリーですよね。で、なんか天体観測ってこれバードウォッチング的なやつですよね。そういう時にはすごくいいかも。で、これカバー、ゴム製のがついてますよと。で、なんかね、この本体の他になんかアダプターがついてて、これが多分天体望遠鏡とかそういう光学系のやつの、まあ、手袋取っちゃいましょうか。なんかアダプターみたいなのがついてるけど、中にもともとついてるやつは20ミリのレールになるので、顔でかよいしょ、これでいきます。こんなのがついてます。これだから多分この見てる方々にとっては多分使わないであろうやつ。これどうやるんだろう、こう来てこうなるのか。へえ、多分そういうね、すごい天体望遠鏡的なやつには標準的なマウントなのかな、全然わかんないですね。ここやって止めるんだ。へえ、なんか不思議。こういうやつもついてるけど、まあこれはまあよくわからないんでスルーします。他に六角レンチが2本ついてて、あとは英語のインストラクションがあって、あと乾燥剤と英語ですね。こんな感じで、こういうのがついてますよ。まあ私の気になるところを皆様にも紹介しますね。まあ上下左右の調整は多分できるでしょうと。で、ざっと見た感じね、こういう歪み的なやつは、綺麗ですね。まあ若干もうあれですよ。まあシューマーとかもそうだけど、まあギリのとこ狙えば、まあ歪みがゼロじゃないですよ。まあでも普通に真ん中付近でやる分には、まあですね、すごくいいとは言わないけど、まあ普通にパッと来た時に、まあ問題はないんじゃないですかね。まあただちょっと振ると、今これ十字にしてるんですよ。十字を見えますかね。こういうのね、案外合いづらいんですよね。このこっちに行かないといけないから、焦点がね、何言ってるかよく分かんないですね。こうやってやれば分かるかな。で、フォーカスを固定して、ちょっと本気でこうやればいいですよね。これ実際肉眼で見るとこういうくらいの位置になります。だからね、これセンターだといいけど、プラスにすると分かりやすいですよね。まあ若干まあこう線が歪んでる、分かるけど、まあこういう狙い方しないし、大体ここら辺なんで問題はないでしょうね。で、青みがかって見えるけど、実際見るとそこまで青みがかってはないですね。で、輝度いきましょうか。これで7なんだ。なるほど。1。これで見失っちゃった。7、6、5、4、3、2、1という感じ。1でまあいいぐらいじゃないですかね。私グリーンレッド苦手なんですよ。なんでまあ割り切ってこれはこれでいいかなっていう感じがします。で、レティクルは何があるんだろう。これでしょ。レティクルの切り替えちょっと重めなのは逆に好感が持てますね。普通のドット、点は小さいですね。これ何枚ぐらいだろう。
おお、天ちっちゃい。これ2モアとかそんな感じじゃないですか。点もね、悪くないですよ。これいいかも。まあ結局これでいいでしょう。俺と、まあスピードシューティングとかやるんだったらもう打倒のでかい方、まあこれとかがおすすめですかね。この赤い、もう僕だったらこれかな。これでもいいけど。このサークルに合わせる的な感じで。で、輝度は7でこれですから、もう屋外だと、ダメですよ。室内用。だからまあ、ジャパンスティールチャレンジにして、もうスピードシューティングね、もう、屋外でやることがないので、大丈夫じゃないですかね。屋外で練習する、あるいはサバゲとかやる方で、屋外をメインでやるんであれば、ちょっと輝度が足りないなと思うけど、まあ、普通に日本のスピードシューティングシーンであれば、APS も、昔は屋外でやったらしいんですけど、今はもうね、外ばっかりじゃないですか。だからもう全然この輝度でカバーはできますね。まあ、ただ早打ちするときに7でこれかっていうことで、まあ、例えばスモーカーのホープと落ちときにこれだとね、もうちょっと欲しいかなと思うけど、まあそこまで、まあ大丈夫でしょう。まあ普通に使う分には全然問題ないですね。で、まあ、丸にすると分かりやすいけど、まあ、ぐにゃり感が出ますね。だからまあ、悪くはないけど、まあそういうの気になる方はお勧めしないですね。まあ、価格の割にはすごい綺麗でいいかも。じゃあちょっと実際に5メートルと7メートル先のターゲット見てみましょうか。じゃあ別のカメラに切り替えますね。これだいたい5メートル先から見てます。そうするとこういう感じですね。で、横から見ると、まあ多少はね、こうずれちゃうので、ここら辺から見ればいいかな。なので、まあできるだけレンズのセンターで狙う方がいいでしょうね。こういう感じで、まあ多分これ、ある程度距離の遠いところで合わせるようになってると思うので、ちょっと近すぎると、まあこれぐらい差が出ますよという感じですかね。これで5メートルです。打倒の点的にはいいけど、このレンズのね、センターである程度狙った方が、まあちょっとずれが起きているようにも見えますね。続いてこれが7メートルぐらい先ですかね。もう点の大きさ的にはバッチリですけど、まあこれもね、まあ、覗くところによって、あ、ここら辺くらいまで来れば、赤い素点、ね、覗くところによってずれっていうのは少ないので、まあ、5メートルぐらいだとちょっと近すぎるのかもしれないですね。実際はね、ここまでこう、ぼやってこうならないですよね。なんでちょっと、実際はね、もっと点綺麗ですね。なんかこう、燃えてるみたいになってるけど、実際にはちょっと見え方が違うかも。で、材質は金属なので、まあ強度とかはあるし、まあ、上下左右の調整もできそうですしね。2032電池を使うものになります。すごくシビアなやつだと、あれですけど、まあ、レンズのセンターを使うようにしてやれば、狙うのは全然問題ないですね。で、まあ、周辺行かなければ、歪みとかもあまりないので、まあ、普通になんか、だからここら辺黒いマジックテープかなんかでセンターのところをつけておいて、その中で狙うってしとけば、もう精度的にも、まあ狙いの覗くところをちゃんとしとけばいいでしょうね。だからスピードシューティングとかよりも、まあ静止射撃 APS カップの方が向いているでしょうけど、まあ難点はちょっと金属のね、重い点ですとか、まあ、言ったようにセンターのいいところで覗かないとズレが生じるかもしれないとか、あるいは高さがあるんでね、あまり APS カップとかって、このサイトまでは高くする人もいるけど、まあ基本的には軸線からあまり離れない方がいいので、まあそこら辺は気になるっちゃ気になりますかね。まあそれ以外はまあ値段なりの感じで使えるかなと。思ったより赤い点がね、綺麗で良かったと思います。ビクセンの高輝度スポットファインダーを紹介してみました。まあ本来ね、遠くを合わせるものなので、エアガンとかの近くにはね、まあちょっと工夫しないといけないみたいですけど、まあ値段なりの感じで使えるって言えば使えるかなと思います。フロント屋さんで扱ってますので、気になる方はぜひ、検討をしていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。